氷結の缶めっちゃペコペコしちゃう。飲みすぎて気持ち悪い時、ガチで神に祈る。居酒屋でトイレに入ると、結構酔っ払っていてもスンってなる。これもあるあるね。特に氷結はなぜか飲み終わる頃にはベッコベコになってたりするわよね。怪しいお姉さんさん3つもありがとうございます。いい夜ね。今回はジンバッグを作っていくわよ。ジンバッグはジントニックと同じで簡単に作れるカクテルよ。正直簡単すぎるからサクサクいくわよ。では材料紹介。ジンジャーシロップ、ライム、炭酸水。今回はジンジャーシロップを使うのね。前に作ったやつが余ってたからね。ジンジャーシロップを使わなくてもジンジャーエールで十分よ。ジンジャーエールを使う場合は炭酸水もいらないからもっと簡単ね。それじゃ、早速作っていきましょう。まずは氷でグラスを冷やすとこから。今回使うのは薄張りグラスね。炭酸を使うカクテルによく合うからお気に入り。バースプーンで回していきます。すっかり見慣れた光景ね。まあうちの視聴者は何度も見てるだろうし、ここでちょっとお知らせを。前回の動画がめちゃくちゃ好評だったみたいで登録者3000人突破しました。再生数もすごいことになってたわね。皆さん本当にありがとうございます。まだまだ動画投稿頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。というところでグラスも冷えてきたわね。しっかりグラス内の水気を切って材料を注いでいくわよ。まずはジン。使うのは毎度おなじみビーフィーター。ジンは 30ml 注ぎます。今回はアルコール弱めにしようと思ったので、ジンの量も少なめ。普段は 45ml 程度入れてるわね。この辺はその時の気分で調節してね。次はジンジャーシロップ。なんか生姜が大量にあった時に作ったものよ。生姜の消費に困ってる方は作ってみてはいかがかしら。ジンジャーシロップも 30ml。 これも量はお好みで、ジンジャーエール感を強めたい方はもう少し多くてもいいかも。次はライム。ライムを入れると爽やかさがぐっと上がるわ。ライムは 15ml 入れます。小ぶりなものだったから絞りやすいわね。ここで一度回して材料をなじませていくわ。特にジンジャーシロップは混ざりにくいからしっかり混ぜておいてね。いよいよ炭酸水を注いでいくよ。使うのはウィルキンソン。アマゾンで買ったラベルレスボトルね。ゴミが減っていいんだこれが。中の液体めがけて、いくぜいくぜいくぜ。氷を少し持ち上げて1回転。仕上げにライムスライスを加えるわ。こうやってグラスの縁をなぞって、グラス内に沈めれば完成。ジンバッグ、完成よ。お疲れ様でした。ちょっと色味が薄いかな。ジンジャーシロップが少なかったからかな。ジンジャーエールを使えばもう少し茶色っぽくなるわね。でもライムスライスのおかげでとても美味しそうね。やっぱりカクテルの見た目って大事ね。では早速飲んでいきましょう。乾杯。しっかり生姜の味はするわよ。ジンとライムの爽やかさとジンジャーシロップの甘みでめっちゃ飲みやすいわ。それは良かったわ。ジンバッグはジントニックやジンソーダと比べて甘めだからかなり飲みやすい部類ね。ジン初心者の方はまずこれを作ればいいんじゃないかしら。今回はジンジャーシロップがあったからそれで作ったけど、冒頭でも言ったようにジンジャーエールで割るだけだから簡単よ。夏の暑い時にもぴったりね。ジンバッグのカクテル言葉は正しき心。ジンバッグのバッグとはおじかの意味を持つわ。飲み口がキック感の強いカクテルだからこの名前が付けられているようね。しかってなんか正しい心持ってそうよね。めちゃくちゃ純粋そうな目してるし。あと今回はライムで作ったけど、ジンバッグはレモン果汁を使うレシピが多いみたいね。レミーみたいにライムを使うレシピもあるけど。あそうなの。皆さんは正しい心と知識でカクテルを作りましょう。いい感じにまとめるな。まあこれからはライムじゃなくてレモンにしようかな。ライム高いし。ちなみに飾り付けはライムを使うことが多いみたいね。これもうわかんねえな。もう自由に作るわ。まあカクテルってある程度アレンジ効くし、こうじゃなきゃダメみたいなのも少ないから自由に作ればいいと思うわ。また一つ賢くなっちゃったわね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは、また次の動画で。また見てね。